皆さんこんばんは、水野ゆうかです。今日はね、久しぶりに行ってきました。じゃじゃーん、フリーコインズ。すっごい可愛い冬の季節物アイテムだったり、日常に便利なものだったり、アクセサリーだったり、いろいろあったのでご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。まずはスリーコインズに行ったのはね、久しぶりにアクセが買いたいなと思って行ってきました。一つ目はじゃじゃーん、こちらのピアスです。ちょっと別光でもないし天然石でもないんですけど、このなんとなくね、この透けた乳白色のこのフープがついていて、でゴールドがねついてるタイプです。アクセほとんどつけないんですけど、指輪とかネックレスもあんまり好きじゃないんですけど、ピアスは大好き。はい、こんな感じです。髪の毛ね短いからね、これくらいちょっとインパクトないと女性らしさが出ないのでつけてます。でもね、そんな大きくないけどすごくインパクトありません？大きいのかな。私かなりビッグサイズのアクセサリー大好きなので、これだとちっちゃめだけどいいなと思って、すごくヘビロテできそうだなと思いました。今年ねこういうねブラウン系の服すごく多いので、そういう洋服に合わせようと思ってます。はい、すっごく可愛いです。もう一つがこちらです。はい、またまた揺れる系のゴールドに天然石がついたようなこのデザイン購入してきました。はい、こんな感じです。このねつけた時に揺れる感じがすごいやっぱ猫じゃらし効果で可愛いなと思って、しかも髪の毛が黒いとこういうねアイボリーみたいな色がすごく目立つので可愛いです。スリーコインズさんはねピアスとイヤリングが同じデザインであったりするので、すごくね皆さん買いやすいと思います。あと意外と本当に日常使いすごくしやすいアイテムがいっぱいあるので、買ってあいっぱいつけたなって思うのがスリーコインズが多いので、最近スリーコインズのねピアスはねお気に入りです。よくつけてます。次はね季節ものご紹介します。土鍋19センチです。これ300円なんですよ。直火は OK だけど IH や電子レンジやオーブンはダメです。こんな感じです。すっごい可愛くないですか。ちょっとなんかフランフランとかでありそうな感じの一人用の鍋、はい、こんな感じです。しかもモノトーンが可愛いなと思って購入しました。これね、ピンクバージョンもあるので、女の子っぽいのが好きな人はピンクいいかも。湯豆腐作る時とか、風邪ひいた時に一人分のお粥を作ったりとか、うどんを作ったりとか、そういう時に使う小鍋がなくって、でもなんか小さい小鍋欲しいなと思って、全然買えてなかったんですけど、スリーコインズで見つけたので、よし !300 円だし買っちゃおうと思って買ってみました。なんかね、もうダイエット中で、旦那さんには普通のご飯作るけど私は鍋食べたいって時もあるんで、これは嬉しい。今一人用のね鍋のね元とか持ってたりするからいいですよね。これも絶対使う。これなんか初めて使う時にやってほしいことだったり、ご使用後のお手入れについてはなんか紙が入ってるので、ぜひねそちらをね見て使ってみてください。一人スンドゥブランチです。うー美味しそう。はい、スンドゥブランチいただきます。ちょっとお一人様だと多いかな。では次、なんだかんだ冬の必需品、ちょっと恥ずかしいんですけどこれ腹巻きパンツフリーサイズです。もうねほんとね冬寒くなってきたりするとお腹が冷えたりとかするので、すっごい寒い日は履いてます。あと家の中でもね冷えたりするので、そういう時も履いたりするんですけど、こういうのって結構華やかな柄だったりちょっと子供っぽい感じのやつが多いんですけど、スリーコインズのこのグレーがね、ミックスタイプのグレーがすごく私世代でもまだ履きやすいかなって感じがしたので購入してきました。肌触りが気持ちいいんですよね。素材はポリエステル 98%、 ポリウレタン 2% で、身長150センチから165センチの方におすすめで、
ヒップは85から98と結構幅広く履けるみたいです。普通に腹巻きだと結構上に上がってきちゃったりして、洋服のねこうなんか邪魔になったりするので、こういうパンツタイプ私好きです。では次、はい、こちらです。もうミニグリーンです。本物の生きてるグリーンなんですけど、ちゃんとこのね陶器にも入ってて、このまま飾れるアイテムです。これがなんと300円。なんかねうちって全然グリーンがなくって、猫のPさんを飼ってるので、こうやっぱね砂を出しちゃったりするので、うーんって思ってたんですけど、やっぱグリーンがあるとねすごくねお家の中がいい感じにナチュラルであったかい雰囲気になるので欲しいなって思ってました。なのでねこれを窓のね高い位置のところに置く分にはいいかなとか、ちょっとトイレとかそっち系に置くのもいいかなと思って買ってみました。ほんとねこの陶器がないバージョンも売ってたんですけど、すごいねいろんなやつがあって、どの子を迎え入れようかなって感じですっごい悩みました。で出会ったのがこの子です。この子すごい可愛いなと思ったので、枯らさないように大切にね大切に育てていきたいと思います。ではラスト、 L 字型ライトニングケーブルです。この充電をしながらYouTube とかゲームができるっていう、横向きでねっていうライトニングケーブル、結構ねやっぱ充電器ねちょこちょこ断線して使えなくなっちゃうんですよね。 YouTube を見ながら充電したい時に、私もやっぱりこの下側についてるより L 字型だったらいいのになってずっと思ってて、これは便利と思って購入してきました。まあねもう本当に3COINS なんで、きっとまた断線しちゃったりするんだろうなとは思っててるんですけど、でもねちょっと便利そうなんでいいなと思って今回購入してきました。今日はコメントとか質問でもすごく多い私が愛用しているスキンケアについてご紹介したいと思います。ではどうぞ。いいなって思ってるスキンケアをご紹介していきます。前も動画で、では以上全部で6点ご紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。ちょっとね3COINS はやっぱりね100均とは違ったものが売っていて楽しかったです。見るとね欲しいものいっぱいあるんですよね本当に。今回はねでもやっぱりねこれかな。では今日の水のゆうかチャンネルいかがだったでしょうか。よかったよっていう人はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。皆さんもねなんか3COINS でこれおすすめだったよとかいうものがあったらぜひぜひ教えてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。またねー。